ねえ、とも。何ですか、愛先輩。私たちさ、ただ待つだけでいいんだろうか。踏み切りですからね。私たち若いじゃない、青春の真っ只中じゃない。この貴重な時間を踏み切りを待つだけに浪費してしまっていいのだろうか。いや、よくない。踏み切りはうるさい、鉄臭い、青春じゃない。何を言ってるんですか。この時間を使って青春をしとかないともったいない、そんな気がする。青春って？恋愛とか失恋とか。失恋もですか。でもこの場所私たちしかいませんけど。あ、そうか、男がいない。女同士じゃ恋愛できねえや。女同士だって恋愛できます。え、おー、確かになんかジェンダーとかその辺のところが間違った発言でした。すいません、自由とか権利とかに熱い人間でして。熱いのはいいことだ。それじゃあちょっと叫ぼうか。なんでですか。今ここでできる熱い青春といったら叫ぶことぐらいじゃないの。夕日に向かって叫ぶように好きな人の名前を叫ぼうぜ。でも叫んだら好きな人の名前聞かれるじゃないですか。だから電車が来た時に叫ぶんだよ。電車の音でかき消されるって寸法さ、うん。やだ、何これ、流行るかも。青春の新しいトレンドになるかも。ただの気候というジャンルにクラスされると思います。おお、電車来た。よし、一緒に叫ぼう。本当に？恥ずかしがるな、聞こえやしない、うん。さあ覚悟を決めろ、青春のバディになろうぜ。青春のバディ、はい、今。この踏切は開かずだな。先輩、叫ばなかった。うん、一緒に叫ぶと言って君にだけ叫ばせて、好きな人のことを聞こうとかいうお茶目ないたずらでした。聞こえました。まあ電車の音があっても隣で叫んだら聞こえるよね。そういう狙いでした。っていうか君、私の名前叫んだね。すいません、先輩のこと好きでした。友達として？いえ、性的に。性的？毎日ここで先輩と踏切を待つこの時間、私は片思いしながらときめいていました。君だけ青春してたのか。先輩、青春するなら私としませんか。さすがにこの話急に言われても。そうですよね、すぐに答えはいりません。先輩の答えが出るまで今まで通り一緒に登校してください。いやいやいや、どうすんの、これから毎日ちょっと気まずいよ。意識しちゃうよ。それも一つの青春の形なんじゃないですか。うわ、確かになんだかちょっと甘酸っぱい記憶になりそうだわ。愛先輩、青春へようこそ。ちょっと待ってよ。